肩を回してもらって、その感じ覚えておいてもらって、今度は大きく息を吸ってもらって、はい、で、回しながらです、はい、どれぐらい息が、ね、入るかというのを確認しておいてください、はい、じゃあ今から肘と鎖骨のを、ね、やってみたいと思うね。よし、はい、これでもう一回。ああ楽、はい、あすごい回る、はい、あそうそう、腕がねすごい回るんですよ。この前やったおばあちゃんなんか本当に、最初肩痛いって言ったのに、うん、後ろの方までグワーンって回っちゃって、うんうん、肩甲骨だから鎖骨肩甲骨、腕っていうこの三位一体で、肩っていう、肋骨もね関係するんだけど、うん、そんな感じで筋肉で難しい、うん、ちょっと感想をお願いできますかね。すごい、なんて言ったらいいか軽いです、はい、ちょっと次元の違う軽さでしょ、なんか今までとは、はい、あ、はい、はい、そんな感じで、ね、ありがとうございます。